こんにちは、グッピーこずえです。今日はシックでいい感じの袋を、成城石で美味しそうなものや気になるものを、作りたいものに使うものをたくさん買ってきました。よかったら最後までご覧ください。まあね、成城石ってなんかちょっとお高いイメージがあるやないですか。だからそこまでめちゃめちゃ高いものは買われへんかってんけど、うわ高そうやけどこれ一回は食べてみたいなっていうもんとか、あとは自分へのご褒美、もうギャグかいうぐらい言うてるんですけど、っていう感じでいろいろ買ってきました。まずですね、成城石のビーフカリーです。開発協力が新宿中村屋さんってなってるんですけど、なんかそのプライベートブランドのカレー、レトルトカレーとかって、水やってどんだけなまってんねん。無印とかもそうやけど、とりあえずすごいカレー好きなんで、すごい気になるな。でも暑いじゃないですか。で外でなんかアウトドアご飯とかする時も、こういうレトルトカレーとかをね、外で食べるだけでめっちゃ美味しいと思って、その時はちょっといつもよりいいカレー食べたいみたいな感じで、はい、買ってみました。333円でした。じゃーん、24ヶ月熟成パルミジャーノレジャーノのビーフハヤシ、ちょっと噛んでたな。パルミジャーノレジャーノのビーフハヤシ、これもね、なんか成城石井ブランドみたいな感じで、このパッケージといいさ、二段仕込みコクのあるデミグラスソースって書いてて、まあ写真はイメージですって書いてるけどな、めっちゃちっちゃく、こういうプライベートブランドっていうかで、すごい研究に研究を重ねて作ってるんちゃうかなと思って、こういうのがあるだけで、なんか今日めんどくさいな、ご飯ちょっと外食しようって思うねんけど、あの成城石井のめちゃめちゃ美味しいビーフハヤシ家にあったから、それ食べようっとっていうね、なるし、ちょっと言うてもこれね369円やから、まあ外でなんか居酒屋さんとか行ってしまうよりは、まあ経済的やしとか、いろいろ理由をつけて買いました。これはね、ちょっとね、私的にはかなり高いものやなって思ったんやけど買っちゃった。北海道オホーツク海産の生炊きホタテ貝柱です。一個一個ね、密封されてるっていう感じのホタテなんやけど、干したホタテを最初探しとったんやけど、作りたいものがあって、もち米を周りにつけたもち米シューマイみたいなのを作りたくて、で干しホタテを探してたんやけどなくて、このホタテがお値段が899円で、結構高いやん。でも何個入ってるかな、まあ500円ぐらいのレベルなんかな。干しホタテ、私が見たことあるやつは全部が個別包装になってなくて1個に入ってて、それでもすごい600円とかそれぐらいするんやんか。でもこれはこう1個1個包装してるから、すごい衛生的、私の口からそんな言葉が出るなんてって感じなんだけど、まあ、ここにジップロックもちゃんとついてるし、と2個ぐらいはシューマイに使って、あとはそれで炊いた炊き込みご飯とか美味しいって書いてて、おつまみやっていうことは、おつまみや炊き込みご飯の具にも生から炊き上げるので旨味が凝縮って書いてる。炊き込みご飯にもできるし、おつまみでこのまま食べることもできるらしい。でもこのまま食べるのはめちゃめちゃ勇気いるぐらいちょっともったいないかな。かちみばあちゃんの焼きしそ巻きでーす。これ知ってる？こだわり手焼きのしそ巻き一筋、くるみ白ごま入りってなってんねんけど、実は私のお父さんの田舎の名物で、宮城県のなんか名物で、よく田舎に夏休みとか遊びに行ったら結構これが出てくることが多いねんけど、まあ言ってみたらご飯のお供なんですけど、めっちゃ美味しいねん。これ知ってる？宮城県とかの人は絶対知ってると思うねんけど、もうパーンって今しその匂いめっちゃしてんねんけど、このしそに甘いお味噌とくるみが入ってて、このしそごと多分揚げてんねやんか、ちょっと揚げた感じあるの分かります？これがもうほんまにめっちゃ美味しくて、これでご飯を食べてたらすごい故郷を思い出すっていうか、ほんまにあんまり大阪では売ってなくて、今日とか売ってんのかな、もうめっちゃ美味しい。これめっちゃ大好きで、え、成城石井に売ってるとか思ってすぐカゴ入れた。380円、全然もうこれが食べれるならと思った。自分で作ったりする人もおんのかな。オーガニックアップルビネガーで、まああんまり普段ね、そんなオーガニックとかあんま気にしてないんですけど、あのたまたま売ってたアップルビネガーが成城石井やったんで、オーガニックやつでもね、こんだけ入ってて459円でした。なんかね、アップルビネガーなんかあんまりこうなんていう無縁なものやったんですけど、一回シオリーブさんっていう東京に旅に行った時に視聴者
さんからすごい面白いスペースがあるよって言われた場所があって、そこに行った時に塩とオリーブオイルの専門店がその中に入ってて、そこのおじさんがなんかイタリア人みたいな感じで、日本人やねんけどイタリア人みたいな感じで、めっちゃ気さくなダンディーな人で、なんかアイスクリームのスプーンにこの油とこのビネガーを組み合わせたらこんな味になってすごい変わるよみたいな、これをこの野菜に乗せたらめっちゃ美味しいよとか、もうほんまにいろいろ教えてくれるおじさんがいて、その時にアップルビネガーを初めて買ったんですよ。アップルビネガーを持って帰って、でいろんなことに使ってたんですけど、すぐなくなるぐらい美味しくて美味しくて食べまくってたんですよ。私が食べとったやつはトマトにオリーブオイルとアップルビネガーをかけて、それだけでごちそうみたいな、あともうアスパラを茹でたやつにオリーブオイルとこれをかけただけでごちそうみたいな、あとバニラアイスにかけてもかけただけでごちそう、最後ちょっと噛んだ肉料理とかにもすごい合うし、ベーコンとか油が多いものとかにも合うと思う。フルーツとかと混ぜてジュースにしても、いやなんか成城石井って感じするね。すだちオリーブドレッシングでーす。暑いし夏やし、まあもともとすだちとかレモンとか柑橘系のものをお酒と か何かにかけたりするのが結構好きで、ここのシリーズがいろいろあって、広島レモンドレッシングとかちょっといろいろあってんけど、やっぱちょっとすだちに惹かれてしまって、野菜を結構取るために美味しいドレッシングで体に良さげなドレッシングで食べたいっていうのがあって、でなんかドレッシングを売ったら100円ぐらいのやつをスーパーで買ってたりしたんですけど、やっぱそれカルディとか成城石井とかeeSーパーとかに行った時に美味しそうなドレッシングがあったらその都度買おうと思って、前カルディで買った人参ドレッシングがもうちょっとしかないので、398円でした。サラダをはじめカルパッチョや冷ややっこ、たたきにもおすすめ、炒めだれとしてもお使いくださいって書いてるんで、これで炒めたりとかするのも美味しいんやきっと。なんかさ、ここにさエビのソテーっていう写真が載ってんねんけどさ、一切レシピは書いてないねんか。だからもう多分エビをもうこれで炒めるだけでいいんや。ほんでこれに油ももう入ってるし、知らんけど夢のご褒美系です。おせんべいなんかな、新しい味、両国シリーズでもゴーダチーズ味です。はい、これゴーダチーズのせんべいっていうかもうミニミニせんべいやねんけど、なんかチーズ味やねんって美味しそうやなって思った理由がね、わかるかな、多分このせんべいにもうチーズつきすぎて、この袋にもチーズついてもてねん。え、絶対チーズめちゃ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 つけてるやん。なんかわかります、この袋にちょっとチーズついてんねん、こことかわかる。これはもう美味しいやつやろ絶対。と何よりもこの大きさがいいなと思って、大きさがさちょっとちっちゃいやんか、だからちっちゃいからまあちょっと罪悪感なく食べられるみたいな。まあでもこれもね、このまま袋ごといったらあかんよこれ。ちょっと取ってお皿に分けてお茶と一緒にいただくみたいな、そしたらちょっと我慢できるから、聞いてちゃんとできるところがついてるっていう、だからもういっぺんに食べんなよっていうタイプのお菓子ですね。だってこれな結構な値段すんねん、330円で、私が昨日ポリポリ食べとったおかきは100円やったんで、結構値段するからちょっといいものをちょこっと食べるスタイルです。はい、またまたこの成城石井ブランドサブレココでーす。ちょっとホロホロの生地のクッキーみたいな感じの中にココナッツが入ってるって感じです。夏になったらさココナッツの匂いとか欲するやんか、めっちゃ欲する。ヘアオイルとかもなんかココナッツの匂いのやつがいいなって思ったり、すごいなんかココナッツ味のものを食べたくて、でこのシリーズがすごい気になってて、これとなんか抹茶のクッキーみたいなやつがあって、それがすっごいもう接点けど、あーどうしようどうしようと思ってんけど、まあちょっとココナッツ、夏やしちょっとココナッツ食べた思って、390円なんやけど、なんか使われてるものがフランス産小麦の小麦粉使用、アカシア純粋蜂蜜使用とか、ティータイムにとか言いながらも、これちょっとジップロックみたいなのちょっとついてないからさ、ボルボルボル、これもね絶対板がこうやってこうだって、あのクリップ止めなあかんわ、これIKEA のやつ止めなあかん。 10% オフやってんけど、レモンっていう飲み物で、なんかここに書いてんのが関東栃木って書いてて、で私前にこれを飲んだ時にすごい美味しいなと思ってんけど、なんかやっぱ関東栃木って書いてるからこっちでは全然売ってなくて、成城石井でその時は買ったと思うねんけど、商品名の関東栃木は製造者名の一部です。関東栃木レモンっていう名前の飲み物やねんて、そこでしか売ってないっちゅうわけではないんや。見た目がさなんか買っちゃわん、このニューパックでちっちゃくてレモンって書いてて、なんかレトロですごい可愛い感じ。まあこれちょっとねあれやけど、
またまた自分へのご褒美です。これもまたちょっと一個一個袋に入れてくれてはんねんな。これが成城石井のモンブランです。はい、10% オフです。 10% オフの札がついてないやつもあったんやけど、やっぱりね、10% でもね割引いてくれたら嬉しいし、今日食べるし別に。ここがペコってなってしまってんねんけど、すごい美味しそうな色してる。あの渋皮栗で作りました的な。459円-46、413円。おお。まあ 10% なったところでまあまあの値段すんねんけど、まあ、これをもうゆっくりちょびちょび食べます。でなんか1個残念やったんが、成城石井に売ってるパンですごい好きなパンがあったんやけど今日売ってなくて、てかもう売るのやめたんかなと思うねんけど、なんかこれぐらいねでっかいパンで、あの下が発泡スチロールみたいな生地になってて、その上になんかふわーってふわーってなってる、なんかさつまいもとか入ってるやつもあるし、もうミルクだけのやつもあるし、なんかふわーってなってる雲みたいなやつ、雲なんか言うてみたら白パンみたいな感じの生地やねんけど、それがなんか発泡スチロールみたいなやつに入ってて、もうそれがすごい食べたくて、それを見に行ったんですけど、2軒成城石井を回ったんですけど、それがどっちにも置いてなくて買えませんでした。なので、まあ、パンはちょっと今回我慢しましたっていう感じで、まあ、高級スーパーですっごい、まあ、3、40分かなうろちょろしちゃったこれにしようかな、でもこれちょっと高いなとか言いながらいいもんばっかりなんで大事に食べたいと思います。皆さんの成城石井でのおすすめとかあったらそちらもまた教えてください。ではではでは。